こりゃすごい発見かもしれないぞ。何見たんですか？見たい？はい。ティラノサウルス。え？ティラノサウルスってこんなんでしたっけ？これまで抱いていたイメージとは全然違うだろ。はあ。これだけじゃないんだ。最近の研究からこれまで解明されなかった恐竜に関する多くの謎が今明らかになりつつある。ほんまですか？ほんまです。今からおよそ2億3000万年前に誕生し、その後1億数千万年にわたって地球上を支配し続けた巨大生物、恐竜。映画や図鑑などに登場するその姿は、大人や子供を問わず人々の興味を引いてやまない。激しい地鳴りとともに大地を駆け巡る想像を超えたその巨体。獰猛な牙を剥いて繰り広げられていた地球の歴史上最大の戦い。この星にかつて花開いた恐竜ロマンに誰もが一度は思いを馳せたことだろう。ところが近年、世界各地で大掛かりな発掘調査やさまざまな研究が進められていくにつれ、実は我々が抱いていた恐竜たちのイメージが現実とは大きくかけ離れている可能性が出てきたというのだ。それではこれまでの恐竜のイメージを一新する最新の研究報告をご紹介しよう。最新の恐竜研究1、外見。映画や図鑑に描かれるさまざまな恐竜たちの姿、これら恐竜の見た目や色はワニやトカゲなどの爬虫類をもとに想像して描かれたものである。ところが2002年2月、世界的科学雑誌ネイチャーに驚くべき新事実が発表された。中国遼寧省で発見されたその化石は非常に保存状態が良く、これまでに見られたことのないあるものの痕跡が残されていたのだ。それはなんと羽毛。その羽毛は単なる体毛ではなく、鳥と同じようなしっかりとした軸のある丈夫な羽であることが世界で初めて確認された。つまり恐竜は鳥の祖先である可能性が非常に高まったのである。そして今回の発見からこれまでの常識を覆す驚くべき推測がされた。ティラノサウルスみたいなね、大型の肉食恐竜にもね、全身羽毛でね覆われてたっていう可能性は大いにありますね。恐竜の中でも最も人気の高い大型肉食恐竜ティラノサウルス、通称 T-REX。 肉食恐竜と鳥類との骨格の共通性や進化の過程で枝分かれしていった時期を考えると、この T-REX の体が鳥のようなふさふさの羽毛で覆われていたとしても不思議ではないという。さらに鳥の祖先である可能性から推測すると、T-REX の体もこのようにカラフルな色をしていた可能性もあるというのだ。最新の恐竜研究2、知能。従来恐竜は大きなトカゲというイメージで見られていたため、爬虫類のように知能は低く、単独で生きる社会性に乏しい生き物であると考えられてきた。ところが1978年アメリカモンタナ州で草食恐竜マイアサウラの巣の化石から卵や生まれたばかりの子供の恐竜が発見されたことにより、そのイメージが覆されることになる。この子供の恐竜はまだ足の発育が不十分で歩くことができなかったにもかかわらず、その歯は食べ物を噛み砕いたことですり減っていたことが分かったのだ。これは親がまだ歩けない子供に食べ物を与えていた、つまり恐竜が子育てをしていたことを示す重要な証拠であると考えられた。さらに近年、
家族で並んで歩いていたとみられる草食恐竜の足跡の化石や、巣の中で卵を抱いた形で発見された小型の恐竜の化石なども見つかっている。これらの事実から、恐竜は哺乳類のように家族性や母性を持った極めて社会的な動物であるという説が唱えられているのだ。また T レックスの体重に対する脳の重さの比率はワニの2倍もあることが判明しており、我々の想像以上に恐竜は高い知能を持っていたのかもしれないのである。最新の恐竜研究3、行動。これまで T レックスが獲物を狩る時の走るスピードは時速60キロから70キロの猛スピードであると推測されていた。これがどういうことかというと、仮に T レックスが現代によみがえりオリンピック選手と100メートル走で競い合ったとしよう。すると人間がどんなに全力疾走しようと T レックスの時速70キロというスピードにはかなわず、すぐに追いつかれてしまうのだ。だが1990年、クイーンズランド大学のリチャード・サルボーン博士は T レックスの足の骨格をもとに歩幅や筋力を計算、さらに現存する生物と比較してその運動能力を科学的に分析、正確な走行スピードを割り出した。その結果、意外な事実が判明したのである。なんとどんなに速く走っても T レックスは最大で時速23キロしか出せなかったことが明らかになったのだ。 T レックスは意外に遅かった。これはつまり、ご覧のように我々人間でも必死に走れば飢えた T レックスから逃げ切れたかもしれないということを意味するのだ。このような研究結果が現在では通説となり、映画ジュラシックパーク3では T レックスの移動スピードが大幅に見直されたという。また従来のイメージでは T レックスは狩りを行って獲物を仕留める獰猛な恐竜の代表であると考えられている。ところがなんと T レックスは狩りをせず、ハイエナのように死んだ恐竜の肉を食べていただけなのかもしれないというのだ。アメリカの古生物学者ジョン・ホーナー博士によれば、 T レックスが速く走れなかったという事実や、肉食恐竜に対して数十倍の草食恐竜の化石が発見されていることなどから考えると、肉食恐竜は狩りができなくても死んだ恐竜の肉を食べるだけで十分生き残れたはずだという。以上のように最新の研究によって少しずつその全貌が明らかになってきた恐竜の生態。これまでの恐竜のイメージがいかに我々人間の想像によって作り上げられていたか、お分かりいただけただろうか。さらに調査を進めた我々は、恐竜の中でも特に大きな巨大恐竜に関し、これまでのイメージを根底から覆す信じがたい仮説が唱えられていることを突き止めた。その驚くべき仮説とは、現代の生物学の常識で考えると、巨大な恐竜たちは立ち上がることができなかったはずなんです。巨大な恐竜は立つことができない、それは一体どういうことなのか。巨大恐竜に関する驚くべき仮説。現代の生物学の常識で考えると、巨大な恐竜たちは立ち上がることができなかったはずなんです。巨大な恐竜は立つことができない、それは一体どういうことなのか。巨大恐竜といえば、このセイスモサウルスに代表されるように体長35メートル、体重30トンを優に超える長い地球の歴史上最大の陸上生物である。もしも現代にこのセイスモサウルスがよみがえり
街中に出現したとするとご覧のようになる。その圧倒的な大きさがお分かりいただけるだろう。新宿の街を歩くその巨体はバスやトラックよりも一回り大きく、ガード下はくぐれそうにない。だがアメリカのコンピューターエンジニアテッド・ホールデン氏によると、これら巨大恐竜は立ち上がることができなかったというのだ。ではホールデン氏がその結論に達した興味深い研究内容を見てみよう。ホールデン氏はまず大型草食恐竜アパトサウルスに着目した。アパトサウルスは全身の化石が多く発見されているため体重が正確に推測されている。その体重はおよそ32トン。ホールデン氏はこの巨体から生み出される筋力について理論上の最大パワーを計算。その比較対象として挙げたのは1980年代の重量挙げの世界チャンピオンビル・カズマイヤーである。実は筋力は断面積1平方センチあたり 3,4 キロであり、これは全ての生物においてほとんど変わらない。そのため人間であるカズマイヤーの筋力をそのまま恐竜に当てはめて計算することができるのである。体重150キロのカズマイヤーはデッドリフトという競技で最大450キロのバーベルを持ち上げることができた。つまり自分の体重とバーベルを合わせた合計およそ600キロが彼の最大パワーである。続いてホールデン氏はこのカズマイヤーがアパトサウルスと同じ32トンの巨体になった時を想定して再び筋力を計算すると、実に奇妙な結果となった。32トンの巨大生物と化したカズマイヤーが発揮できる力は最大でも自分の体重より少ない31トンに過ぎなかったのである。これは計算上、体重32トンのアパトサウルスは自分の体重すら支えられない、つまり立ち上がれなかったということを意味するのだ。これは一体どういうことなのか。これは二乗三乗の法則という生物学の常識とされている理論に基づいて計算された結果です。決して間違っているわけではありません。二乗三乗の法則、全く同じ形をした2つの生物の一方が2倍の大きさになった場合、この生物の体重は体の体積に比例するため2の3乗倍、つまり8倍となる。だが筋力は8倍ではなく2乗倍、つまり4倍にしかならない。これを2乗3乗の法則という。ではなぜそのようなことになるのか。そもそも筋力とは一本一本の筋繊維の生み出した力を合計したものであり、それぞれの筋繊維が太くなることで増加する。つまり筋肉の断面積の広さによって筋力は決まるのだ。そのため筋力は体積に比例するのではなく面積に比例し2乗倍にしかならないのである。こちらのグラフをご覧いただきたい。これは体の大きさに対して最大筋力がどれだけ発揮できるかを示したものである。例えば体重10キロの犬の最大筋力は140キロ、体重の14倍。体重100キロのイノシシの最大筋力は600キロ、体重の6倍。体重10トンのマンモスの最大筋力は14トン、体重の 1.4 倍。といったように体が大きくなるにつれて最大筋力と体重との比率が徐々に縮まっていくのである。以上のように二乗三乗の法則に従って計算すると、体重32トンのアパトサウルスの場合最大筋力は体重を下回る31トンという計算になるのだ。この法則を恐竜の成長過程に沿って見てみよう。例えば
生まれたばかりの恐竜は元気に走り回り、成長して10トンほどまでは活発に活動することができる。しかしさらに大きくなって20トンほどになると満足に動き回ることもできなくなる。そして30トンを超えると完全に動けなくなって、ついには自分の体の重さで立ち上がれなくなってしまうのだ。つまり地上の生物にとって30トン前後の体重が生き物としての限界点になるのである。島津教授によれば、以上のように考えると体重30トン以上の巨大恐竜は理論上地面から立ち上がることさえできなかったというのだ。しかし恐竜時代にはアパトサウルスよりもはるかに巨大な体重80トンのブラキオサウルス、さらには100トン以上あったと推測されているアルゼンチノサウルスなどの恐竜も存在していた。足跡の化石も多数残されており、巨大恐竜が歩いて生活していたことは事実である。だが本来ならば、それら巨大恐竜は生物としての重さの限界点を完全に超えているはずなのだ。ではなぜ巨大恐竜たちは大地に立ち生活できていたのだろうか。現在の生物学の常識ではこの疑問に答えることはできません。疑問に答えられない。現存する最大の陸上生物はおよそ8トンのアフリカゾウ。狩りや生殖など満足に生活するためにはその程度が上限だと考えられるという。その限界をはるかに超えている巨大恐竜がなぜ歩き回って生活できていたかについては、生物学者たちには全く説明がつかないというのだ。では恐竜を専門に研究している古生物学ではこの謎についてどう説明されているのだろうか。だが実は古生物学の分野では骨や足跡の化石が残っているという事実があるため、誰もこの点については意に介していないという。つまり恐竜が存在していたことは動かしようのない事実であり、恐竜の存在そのものを揺るがすこのような疑問は研究の対象にすらなっていないのが現状なのだ。だがいくら生きていた形跡があるとはいえ、そこに矛盾点が存在するのも確かである。生物としての限界体重をはるかに超えていたにもかかわらず、立って歩き生活していた巨大恐竜たち、果たしてこの謎はどのように説明できるのだろうか。途方もない考えではありますが、単純に物理的な観点から言うならば、この謎を説明できる唯一の可能性があります。それは古代の地球の重力が現在よりも小さかった場合です。なんと島津教授によると、恐竜が生きていた頃の地球の重力が今よりも小さかったと考えれば、巨大恐竜が持つ矛盾を一挙に解決できるという。確かに恐竜が生きていた1億年前の重力が現在の半分だったと仮定すると、32トンの恐竜の場合その体重は16トンとなる。すると最大筋力は31トンでも十分に立って動き回ることができるようになるのだ。だが地球の重力が変化することなどあり得るのだろうか。巨大恐竜たちは生物としての限界体重をはるかに超えていたにもかかわらず、なぜ立って歩き生活できていたのか。なんと島津教授によると、恐竜が生きていた頃の地球の重力が今よりも小さかったと考えれば、その矛盾を一挙に解決できるという。だが皆さんはこうお考えではないだろうか。地球の重力が変化することなどありえないと。確かにニュートンが発見した万有引力の法則によれば、物理学上重力は常に一定である。ところが実は地球の歴史を遡ると、なんと重力が変化していた事実があるというのだ。地球が誕生して間もない頃は
地球の自転速度は現在よりも5倍ほど速かったと考えられています。そのため重力は現在よりも小さかったはずなんです。実は地層の分析により6億年前の地球は1年が400日、1日が22時間と現在よりもずっと速く自転していたことが分かっている。さらにそこから計算すると今から46億年前地球誕生の頃には1年は2000日、1日はわずか5時間であり、地球は現在の5倍ものスピードで自転していたと考えられているのだ。自転速度が速い場合、外側に引っ張ろうとする力、遠心力が大きくなるため、結果的に重力は小さくなる。そのため46億年前の重力は赤道付近では現在よりも 10% ほど小さかったと計算されるのである。ではなぜ現在の地球の自転速度が遅くなったのかというと、それには月の存在が大きく関わっている。地球の衛星である月が地球の自転のエネルギーを徐々に吸い取り、その結果自転が現在の速度まで抑えられたのである。長い歴史の中で変化を見せていた地球の重力では、恐竜時代に重力が小さかったという可能性は考えられないのだろうか。恐竜が生きていたおよそ1億年前の地球の自転速度は現在とほとんど変わりません。したがって重力もほぼ同じだったと推測されます。地球誕生の頃とは時期が違うため、現在と変わらなかったという恐竜時代の重力、巨大恐竜が立てなかったという謎は残念ながら振り出しに戻ってしまった。だがかつて地球の重力が変化していたということは紛れもない事実。今後恐竜時代に重力が小さかったという証拠が見つかる可能性も否定できないのだ。恐竜、未だ多くの謎に包まれたこの生物は我々の探求心を刺激し続けている。近い将来、古生物学や物理学の発展が恐竜の謎を解いてくれるかもしれない。どうだい、結局何も解明されてませんやんか。なんだちょっと、なんすかそれ、みんな興味津々で見てたじゃないですか。マスダ、もっと重力を勉強すれば解明できたかもしれないな。万有引力ぐらい僕だって勉強してますよ。地球上の重力値ってどれぐらいだそんな子供みたいな質問して誰だって知ってますよ。ねえ、だってさ、重力値は約980ガルで、赤道上と極では遠心力の影響でおよそ 0.5% の差があります。なや知らんけどすごい。いやいや、物理かじった人間だったら誰だって知ってますよね。あ、いや、誰だって知ってますよ。あ、重力値でしょ。悲劇の第三次タイタニック号沈没の背景には驚くべき陰謀が。なんとタイタニック号は事故ではなく何者かの手によって沈められたというのだ。浮上する疑惑、数々の証拠、多くの犠牲者を出し深海の闇へと消えた巨大客船タイタニック号の真相に迫る。